やっぱみんなブースとかに入らないでそのレコーディング演の窓間隣でマイク立ててラップしてみたいなみんな一行ずつなんですよスタイルで「うん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 」「ワンモーターカモン」っつってもう一回やるみたいなでもね黒人みんな陽気キャラみたいなそうじゃないしそうそう基本静かっていうかカームカームなんで「ワンピース Overrated」 <laughs> たまーに見るけどちょっとドラゴンボールっぽくなってないですかサンプルは自分で作ってますねえ,えそういうことっすかそういうことっす,ううすかはいということで今回の「ゴールデンウッシュパーキャスト」のゲストはりりゆきさんでお願いしますよろしくいしますいい感じっすねいやでも <laughs> 多分これが出てきたぐらいにはあこれ大丈夫ですか大丈夫ですよ。多分これが出たぐらい、もうで、てかまあ、最近、フリーミュージックイドが出たじゃないですか。はいはいね、あの時に初めてやって、お会いして、嬉ししかったです。僕もです、知ってたので。え、マジっすか,、はい、なんかやっぱり TikTok とかで、はい、出てきて、マジっすかやったと <laughs> 言って、やばいっすね、超嬉しい。いや普通にま,あまず まあこれはすごい個人的な感想だったんですけど、なんかまあ、その俺、ラップスターとかのビートとかもそうだし、俺が最初そこ知ったのはそこかなと思うんですけど、なんかその、ブレイジャンのかな、ミックスののかなみたいなのは思ってて、ちょっと気になってたんですけど、ブレイジャンですよね。はいはい、そうです、ブレイジャンです。わ <laughs>、えー。<laughs> えぇーどこ。どこですかどことどこですか日本と。母が日本で、はい、父がアメリカですね。 であれででですすよよね基地で育ったんですよ、ね、あ生まれはその米軍基地米軍基地横須賀の米軍基地の中で生まれて、はい、でまあちっちゃい頃は、まあ、米軍の中とか、はい、アメリカカリフォルニアとかあそうなんだいろいろ行き来してはいはいはいで最終的なんかうん小学生ぐらいの時からずっと日本みたいな、はい、日本はどこだったんですか 日本はえっとですね横須賀とかあとその隣の三浦市っていうめちゃくちゃ超田舎のこがあるんですけどそこが母の実家ので、までそこで住んでたり実家っつうか実家じゃなくてその周りで住んでたりとかお母さんが生まれ育った場所そうですね町でみたいなえあカリフォルニアとかもお父さんはカリフォルニアの方身なんですかお父さんはデトロイトですねデトロイトだディータウンディータン デトロイトでも結構ヒップホップとかでいうと、うん、デトロイトはどこになるんだサウスになるんですか違うかミッドウェストだミッドウェス,、はい、ストになるのかミッドウェストですシカゴとかはい何かなんだっけオハイオとかいろいろある、はい、真ん中真ん中っていうか真右真ん中みたいなはい右真ん中ぐらいのそう <laughs> そうです,うですなるほどえ結構じゃあデトロイトの音楽とかも聴いてたとかもあるんですかそんなことないそ,そんなことはないかもしれないまあその親父がなんか いつも車とかで曲流してたりしてたんで、はい、そういうなんかモータウンとかそういう古いファンクとかでそう、はいはい、なんだデトロイトテクノ的なのとかを流れてたりしてたんで、はい、それ聞いたりとかそういう感じだったんだやっぱ最初の音楽の,その触れ合った場所はやっぱやっぱ親父の車とかですね、はい、家とかでも家とかプリンス流れてたりマイケル・ジャックス流れてたり。 ラップだったら親父はギャングスラップウエストサイのギャングスラップが好きだったんであウエストサイなんだスープックとか<ー>ダンテージュレンとか・ライトが多分ちょうど出てきた時だったと思うんでああなるほどっすねそれがよく流れてたっすねあそうなんだえ米軍の中に病院があるってそこで生まれたってことですよねそうです もう米軍の街みたいになってるですそういうことか家とかスーパーとか学校とかありますね、はいはい、すごいな、うん、なかなか米軍の基地ってなんかその聞くけどどんな場所かなかなか想像できづらい、うん、じゃないですか、うんはい、なんかそこはどんぐらいでもそうか小学生の時にちょ,ちょいちょいたみたいな感じなんですかそうですねちょ、うん、小一ぐらいにちょっとベースの学校には通ってたんですけどあ<ー>まあそこからは一回最後ハワイ行ってはい でまた日本戻ってきてそこからずっと日本なんで、はい、うん、うん、じゃあほぼじゃあ育ちはだ結構日本、はい、もうほ超日本人超日本人ですね,ね超日本人です <laughs> そうなんだった、ね、えー、でも結構あれですかやっぱえ結構やっぱ外国人、まあ、失礼かもしれないですけど、うん、外国人に扱いというか結構されるですか余裕で全然ありますあされるんだまあ全然なんかあ日本語うまいですね <laughs> まあ多分悪気はないと思うんですけど、ね、向こう、まあ、<laughs> ちょっと ちょっとうーんってなる時もあるしとかまあそうですねそういう感じのはありますう日本語わかるみたいな <そう S 1> <laughs> いやわかるよみたいなそうですよね,かすね <laughs> え周りとかって結構いたすか子どもの頃ミックスとかブラックちらほらですね今ほどは多くなかったかなと思いますねですよね <はい S 2> どうなんすかねなんか俺も俺たちぐらいの世代って で多分ちょっと上だと思うんですよ、はい、ユキシさんが。で俺多分俺たちぐらいの世代って、まあ、ちょいちょい増えてるぐらいだと思うんですよミックスのことか。でもなんかちょいちょっと前になるだけで多分全然いなかったと思うからそうそうそ、ね、うそ、ん、うそうっうそっそうっうそ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 でそう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 そそう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 うそ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 うってそうかうそ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 う なんマイナスな面じゃなくて、うん、プラスな面じゃみたいなとかうほうほうまあいい方向に捉えていけたりしてって、うんはい、そうですね。どういういににプラスに捉えれたっすかで結構それはなんかまだマイナスで捉えちゃってる人とかも中にいると思うんですよなんかどういうふうにプラスに捉えれてたって言ったっすかうーんそうだな 英語がまあちょっと分かれっていうかその分向こうの情報とかも分かったりとかもありますし、うん、まあそのやっぱり父がずっと英語しか喋ってなかったんで、うん、まあ英語喋れるんですけどそれがその音楽作るのにすごい役に立ったりとか僕の例えばラップとか歌の発音の仕方とかもやっぱりその純粋な日本人じゃなくて、うん、なんかちょっと。 向こううっっぽいっていてかうちょっと違う響きとか、うん、それが僕の味だったりするんでなんかそういう意味ではいいよかったのかなみたいななるほどですね。 そうかそうかまあ確かに英語わかるだけで全然世界広がるというかっていうのは絶対あるですよね。そうですね。やっぱね。うん、えでもちなみになんですけどまあそういう風うに多分そのまあ音楽に触れながら育ったっていうのはあると思うんですけどなんかその実際にやっぱその聞くのとやるのって結構違うと思うんですよ。はいはい。うんどっかのタイミングなんかどのタイミングであ音楽やりたいなって思ったんですか。うーんどうですね。まあでも十三歳とかはい。 中学ちょっと入ってくらいの時とかやっぱそういうのに興味持ってって最初は僕バンドやりたかったんですよあそうなんだはいはいそれでんかえっとねリンキンパークとかはいはいはいリンキンパークの多分ちょうど出てきた時であそっかかっけえと思ってそっかスリップノットとかコーンとかいろいろ聴いたりしたんですけどバンドかっけえなと思ってでも周りに誰もいなかったんですよあバンドやってる人 音楽やってる人があーそういういことか先輩とかでなんかバンドやってるとかいたっすけどそれもなんかちょっと違うなと思ってうん、うん、でまあ一人でできるものっつったらやっぱラップになるのか,そっかラップも効いてきたしんかなんとなくそっから、まあ、でもちょっと時間たったんですけど15歳ぐらいからリリックをなんかノートに書き始めたりとか。うんへ 向こうのインストのものにラップ載せてちょっと録音してみたりとか家で、はいはいはい、そんな感じですね。始まりは。ね、そっかまあ確かにバンドはね人集めなきゃいけないから再編集大変ですもんね普通に考えてね。確かにそういう意味ではやっぱラップが一人できるからめちゃくちゃやりやすいっていうか入りやすい音楽なのかなっていうのはあると思うんですけど、うん、多分その。 ゆきしさんとかそのインタビューとかでも結構見たりとかしたんですけど結構インターネットで始まったと思うんですよはいなんかそういうのとかも多分一人で多分やるってなった時にインターネットっていうものが多分あったからそうだったと思うんですけど、うん、最初はそのインターネットを活動してどう通してどういう風に自分の音楽とかをなんか出してめたんですか うん一番最初はそれこそすごい昔の SNS でミクシーっていうのがマジ使ったことないですわ <laughs> まあだからそこでなんか友達向けじゃないけど、ねはい、そこでのフレンド用向けになんか一番最初ミックステープとか出したりして<ー>だからもうすごく閉鎖的な感じではあったんですけどはいはい、はい、あそうなんだそうそうそう <coughs> そっからスタートでまあうーん 当時マイスペースっていうところがあった。はいはいはい、はい、まあ今でいうサンクラみたいなものなんですけど、<laughs> うん、そことかにあげたり、はい。YouTube にあげたりとか。あ,あそっか。そういう感じですかね。へえー。うん。それも自分で作って、その時はあれですか、まだラップだったんですか。そのインソウは作ってなかった自分で。あでも上げ始めた頃も作ってました、ね。あ作ってたんだ。作ってた。へえー。え？ ラップをまず書き始めたじゃないか15歳ぐらいでリリック書き始めたって言ったじゃないですか <はい S 1> そのビートを作るようになった経緯とかんだ,だったんですかは単純にやっぱりありもののビートじゃなくてオリジナルのビートで曲作りたいなっていうのはあってでもまあ周りにビートメーカーとかプロデューサーとかいないなみたいな感じでじゃあ作るかみたいな感じでまあ興味もありましたし作るのにだからそうえっと 当時 MTR っってていう機材があってマルチトラックレコーダーっていってこうやってフェーダーがいくつかあるんですけどそこにまあビート録音して声録音してみたいなそういうやつがあってでこっちにドラムマシンがついててそれでなんか適当に作ったのが始まりだったんだけど自分のそれで初めてのライブとかもやったりしてマジっすかマジっすマジっすすげーなそ,う、まあ、そっからが始まり でなんか SP 四丸四っていうなんかドラムマシーンとかもあったりしてそれ使った使ってダメだったから FL スタジオっていう今使ってるソフトを使ってますあそうだったんだその使ってたやつがちょっと違うなと思ったから FL に乗り換えたみたいなそうそうそう連対ことができなかったですあそういうことかサウスの音源聞いてたんでチキチキチクチキとかできなかったんであそういうことか。 そそれやったらやっったたらぱ、FL、だなみたいなみいうですここにちょっともっと深掘りしたいんですけどまずそのサウスの音楽多分その自分のその音楽のスタイルですごいインプスペーションを受けたと思うんですけどそれはどのタイミングでそのサウスのなダーティーサウスとかそっち系の,そのヒップホップに入ってったとかあるんですかでもそれも中学生ぐらいかもしれないです。 t v k っていうテレビ神奈川っていうのがあるんですけど、はいはい、そこで結構なんか洋楽のラップミュージックとかを夕方ぐらい流す番組があったりしてリズミックだっけな、うん、そういう番組があって、まあ、学校とか帰った後とかにそれ見たりして当時だったら「イン・ヤン・ツインズ」とか「はい、ルーダクレス」とか、うん、そういうラッパーたちの曲の流れしてかっけえ何これみたいな。 南部の人たたちななんだみいそこからまあルダクリスとかボンクラッシュとか TI とかそこら辺を聞き漁さってってどっぷりハマっていくみたいなルダクリスもサウスなんすねアトランタの人アトランタそっかアトランタそっかサウスかアトランタってサウスなのかアトランタの場所分かってないですわ南部にあるし南部南部なんすねそっかだからトラップの源流なんだ ってことですよねトトララップってアトランタ結構なんかトラップは、うん、サウスの各地のなんか地域によって違うんですよアトランタだったり<あ>マイアミヒューストンはい、はい、ニューオーリンズとか、はい、それが多分全部合わさったのがトラップみたいな、ね、ああそうなんですねうわっめちゃくちゃ勉強になるっすわ そういういことか、うん、なるほどねえでも結構まあこれはちょっとその俺のむちゃくちゃその何て言うんですかあの個人的なあれかもしんないですけど、はい、サウスのトラップとかダーティースサウスの曲とかってなかなか露骨な表現が結構多かったじゃないですか当時とかで結構珍しいというかその源流というか、はい、それを中学生で聞いててそれ英語意味分かって聞いてたんですか あーあーでも半々かもしれないその当時は <laughs> あんまり分かってないこともあったし、うん、あとあと何年か経ってまた聞いてみたら「ああお」みたいな「いってんな」って言ってんな,言ってんなすよね結構言ってんなってなるですよね確かに確かに <laughs> でもそかサ,サウンドに引かれたのか そうですねサウンドですねうん僕はうん確かにそういうことか、うん、えでもそれで例えばじゃあこのサウンド作りてみたいな、はい、なるじゃないですかで,でも最初って多分その当時どんだけ YouTube がなんか多分 10, 10, 10年も経ったじゃないですか経ってないじゃないですか YouTube 全盛期とかって、うん、だから当時とかも多分そんな,なんかチュートリアルとかないと思うんですけどどうやってそのあ FL スタジオっていうのがあるんだとかどういうふうに見つけてどういうふうに練習してたとかってあるですか FL スタジオ見つけたのは「うん、それじゃあボイ」っていう ラッパーがいてプロデューサーもやってるんですけどそいつのことすごい追っかけしてかっけと思ってそいつがなんかサウンドクリックっていうサイトに使ってる機材とかプロフィールがあってそこに「FL スタジオ」って書いてあって何だろうそれと思ってググってあビート作れるものなんだソフトなんだと思ってそっから使い始めたっていうことか。 あと作り方ですどうやって作り方か勉強したでもそれこそ当時でもチュートリアルとかなんかありましたねあそうなんだ YouTube にあったんだえんかそうですねすごいマイナーな感じですよね絶対で Warbeats みたいな白人の人がすごい解説してる FL スタジオのチャンネルがあったんですけど Warbeats みたいな感じの <laughs> それとかすごいでもためになってす,、ねえー、すげえなあとはもうひたすら触って触って発見していくみたいな感じですかね<笑><笑>なるほどね、うん、な今ほどやっぱね情報があふれてないから多分すげえんかなかなか大変だと思うんですよねそれでしかも、ま、今は確かに結構その ビート作れてラップする人増えてきたかもしれないですけど多分当時とか完全に別々だったじゃないですか多分多かったですね多分俺の予想だからそこもんかやり始めようと思ったきっかけが自分がないからっていうのはあると思うんですけどよく決心したなみたいなそうまあでもやっぱやりたかったっていうのも大きいですねはいはい作りたかったしうんなるほどですねすげえなえ初ライブとかはいつぐらいあったんですか初ライブは高校生 まあそれこそ1718とかぐらいですかね地元の横須賀の小さいクラブでおーゲームボーイアドバンスぶら下げながらラップしてました <laughs> <laughs> ゲームボーイアドバンスぶら下げながらたんですか <laughs> <laughs> マリオがずっと映ってスーパーマリオが その当時からそんな感じでもうちゃんとブランディングしてたんですね。やばいな。目立ってやろう目立ってやろうみたいなね。超重要っすね。ゲームボーイアドバイスチェーみたいなことっすよね。そう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 。アイスってことだ。アイス。え、すげえな。え、その頃から結構ゲームも好きだったんですか、やっぱ。そうですね、ちっちゃい頃からゲームは。やってて。好きで。はい。なんか結構その、今の柚木さんのビートとかも結構。 ゲームとかサブカル系から結構インスパイアされてる系が多いのかなと思うんですけどうん、うん、なんかどういうゲームが昔すごいハマってたとこあるっすかこのゲーム超楽しかったなみたいなまあやっぱ外せないのはポケモンっすよポケモンは熱いっすねパキマンパキモンとかまあファイナルファンタジーとかドラゴンクエストとかはい うん、まあ、ウィニング、ね、イレブンとか、イレブンとか、いろいろっすね。ったっすね今はフォートナイトやったりしてるす、ね。あ、今フォートナイトやってるんですか。フォートナイトやってます。あ、上ですか。<laughs> やってるっすか。いや、俺フォートナイトやってたんですよ。<ー>で、ただ、俺携帯でやってて。<ー>そう。 ビルドとかなかなかできないじゃないですか。かかでは、まあ、ちょっとな、みたいな。<laughs> 携帯でビルドすんのもな、みたいな。<laughs> ちまちまやる。<laughs> <laughs> 超楽しかったっす超ハマってた時期あったっすわ。へ<ー>そう。で、友達の家にあって、このゲームボーイのーゲームボーイじゃなかった、まあ、PS とか、うん、Xbox とか、全然違うじゃないですか操作、そうさ、うん。だから、超むずくて、そこで断念しちゃったっすけど。ああ、なるほど。やるんですね、結構。や,やるっすね。え、どっぐでヒンでやるですか、ゲーム。 ええうん、どんぐらいの頻度だろうバラバラ、バラバラっすけど、うん、バラバラっす。バラバラっす。え、週何時間とかあるっすけど、大体こんぐらいってなんで、めちゃくちゃばあってやり続けるってことはないです。あ、そうなんだ。数千やったりとか、まあでも友達だったらまあ何時間もやるっすけど、まあそうですよね。そうそうそうそそっか、そうなんだ。フォートナイトはまってるんだ。フォートナイトやってます。えゲーム配信とかしないんですか確かに。絶対したら面白いと思うけどな。面白いっすかね。俺らもやりたいんですよ。 俺ゲームマジ下手なんですけど多分マジで競ったりとかしたら絶対負けるんですけどでもなんかやるのが楽しいじゃないですか友達とやるみたいなでこ空間を知アせるみたいな超楽しそうだなみたいなゲーム配信いいですねえいくらですかビート配信はしてるんですけど多分ビートを作ってるのを TikTok で始めたんですけどそのあ YouTube でもちょっとだけやったりとか超不定期ですけどめちゃくちゃいいですね えそれやんないですかもっとやった方がいいんじゃないですか多分見たいと思うんですよ、いろんな人。ちょっとなんか緊張しちゃう,う <laughs> 緊張しちゃうんだ。<laughs> なんかやっぱり普段誰も見てない状態だったりするから、ちょっと、あどうしよう、なんかちょっと変なとこ見せちゃったりとか,なんかして。<laughs> <laughs> <laughs> 確かにねちょっと見られたら見たらそうそうそう,そう, <laughs> そういうのがちょっとあるかなみたいなだからちょっとなかなか頻繁にはやってないんですけど <laughs> あそうなんですかええでもそれやってほしいな普通に多分見たい人いるんじゃないですかビートメーカーとかで<ー>分,分かんない人いるから多分多分めちゃくちゃためになると思う普通に確かに海外のあれ海外のなんかビートメーカーとか結構やってないですか やってるし、とこ。普通にやってますね。多分ずっと配信して、ずっとビート作り続ける人とかいません?。いいるるすすやばくないっすか?。あの時間もやってるやついます。なうん。確かに。集中力とね。集中力、集中力、バリエーション。え、自分で、そのビート作る時は、どんぐらいなんですか?。やっぱある程度決めるんですか?。このぐらいみたいな。どういう感じの頻度で、どんぐらいの長さやるんですか?。ああ。ビート自分で作る時とか。 うんまあそれもその日によっちゃうんですけど、はいうん、まあ1個しか作れない時もあるし、はい、5個以上作るときもあるし、はい、まあその時の本当にフィーリングっていうか気分ですかね結構ストック貯めるはずですかそうですねでも最近はなんか作れなかったりとかするときもあったりとかあそうなんだまああのなんつうんだもし来たら、はい、その人のためにカスタムメイドで作ってあげるとか、うんうん、そっか まあでも両方っすね。うんストッなんかそれってやっぱまあなんかそのやっぱ多分結構アーティストとセッションするときに一緒にスタジオ入ってその場でなんかこうリクエストあってそれ作るみたいなことが多分多いとは思うんですけどなんかそこで例えばその、まあ、結構難しいっていうかやっぱそのアーティストが欲しいビートと、うん、その意思疎通って結構むずいと思うんですよ。うんうん、で自分ビートメーカーとしての、まあ、ある程度のその ね、この経験もあるしやっぱそのビートメーカーとしてもあれもあると思うんですけどその辺はどういうふうにセッションを進めたりとかどういうところに気をつけながらセッションやってるとかあるん,ですかうんまあ僕の場合はですけどあまりなんかその押し付けないっていうかうんそのまあうんプロデュースっつったらこうして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 ああしてとかあるそういうプロデュースの仕方もあると思うんですけどす、ね、<laughs> なんか俺が思うにはなんかそれだと。 その人の色がなくなっちゃうんじゃないかなだからすごくいい位置っていうか自分のこうした方がいいんじゃないっていうのと向こうがこうしたいっていうちょうどいいスイートスポットっていうか販売のところを目指せていけたら一番良かったりするのかなとは思うんですけどなるほどですねえプロデュースする時に気を付けてる3つのこととかあるんですかアーティストとセッションしてる時に3つ例えば ここ声なのか欲なののかかかかとわかやっぱでもそれもそのアーティストによっても言うことが違うから、はい、うんその時々によっては違うしまあ決めてることは特にないない,、はい、ないんだ、うん、もうその時にそのセッションに入ってみたいな、うん、最初どういうヒアリングから入るんですかうう例えばヒアリングで例えばじゃあ まあ急に入って、まあ、向こうからこういうビート欲しいんですっていうのは大いだからレファレンスとかが多いんですかなんかどういう感じ形作っていくんですかビートってもちろんそういうリファレンスの感じでこういう雰囲気のやつが欲しいとかあるんですけど、うん、そ,れはそれかストックを、うん、あの送ってくれとか、はい、本当バラバラっすね<ー>作り方はでまあ何も考えないで一緒にスタジオ入ってじゃあまあとりあえずやってみるかみたいな感じもありますしはは、えー、はいはいはい、はいうん あそういうのもあるんだ結構じゃあバラバラなんだなマジでバラバラっすねそういうことか、うん、えちなみになんですけど、まあ、レコーディングするときに例えばじゃあなんか自分がレコーディングするときにお気に入りの、まあ、レコーディングとかまあビートメイキング,お気,グンお,お気に入りのプラグインとかあるんですか3つぐらいあお気に入りのプラグインうんそうだなリフトっていうプラグインはめっちゃ好きっすねおお<ー>んか うん、音とかにかけるとディストーションとか、はい、まあいろんな感じでエフェクトかけてくれるような面白い音になったりするプラグインだったりするんですけどまずんだろううんハーフタイムとかハーフタイム好きですしそれはどういうあれなんですかそれは例えば大体メロディーにかけることが多いんですけど、はい、なんだろう,はうん遅くなるっていうかメロディーがー半分の。 標識になるっていうか。最初1,2,3,4だけど1あハーフタイムってだからハーフタイムなのか。ああなるほどですね。エフェ僕使ってるエフェレイトソフトにグロスビートっていうやつがあってそれでもハーフタイムできるんですけどそのハーフタイムって別のやつの方がなんかいろいろいじれたりできてそれが好きですね。へえ最後一つ ビーーートメカ人見てると思うんですよめちゃくちゃいい有益な情報をつ目あんまりあれかもしれないですけどあっ全然いいですかあそっかえっとあとはこれもみんな使ってると思うんですけど RC20 とかなんかヴィンテージな音レコードっぽい音とかテープっぽい音とかみたいな感じにしてくれるプラグインなんですけど。 それを使ったりしてます、えー、<laughs> これビートメーカーの人、セーブしたほうがいいっす。<laughs> セーブしたほうがいいっすよ。セーブ。セーブ、えー、結構おもろいな。え、でもあれっすよね、まあ、ビートメーカーをやる前で、あれっすよね、最初なんかマイナーとして、マイナーというかインディーとして、はい、自分でアーティスト、ラッパーとしてもね、あのー、最初デビューしてるっすもんね。はい、かこれが、十？んいつでしたっけ ええ十八とかじゃああグループですねそうですねグループだはいはい形ぐらいかな形ぐらいですねはいはいはインディズデビューしたみたいなそうですねトリルグリルズトリルグリルズグループで昔組んでそれこそそのサウスのラップが大好きな人たちが集まったグループへえ熱っでやっぱりまあその当時サウスとかすごくなんだマイナーな音楽ではあったんで日本はいあそっか もそ,のそういうスタイルで当時出せたのはすごく良かったなと思いますうん,うんなるほどっすねいやそうっすね、まあ、サウスって確かにてか俺まずトラップがサウスってこと自体分かんなかったっすわんかアトランタっていうのはまあ納得それは分かるっすけどうん、うん、アトランタがサウスっていうイメージもあんまなかったから<ー>結構なんかまあ確かにそう言われてるとイースコースでもないしウェストでもないしみたいなシカゴとかってはミッドウェストだしとか確かにみたいな,たいなサウスそういうことかみたいなめっちゃ思ったっすね そっかそっか、なるほどですね。え、そっからえっ、ー、とまあちょっとビートを結構やり始めて、えあの第一第一時リリユキチビーム、バイバイビームって言っちゃった。第一次リリユキチビートブームが21歳で起こったっていうのはちょっと記事で読んでますけど、<laughs> これどどういうことだったんですか、はい。単純にあれですね。まあそこら辺からちょっとインターネットで知ってくれてる人が多くなってって。うんあ で、まあやっぱり周りから見たらなんだこいつはみたいな感じだったんでしょうね、はい、そのまあビートもチキチキで調査をする、はい、<laughs> なかなかいないような感じだったと思うんで、ね、いろんなアーティストさんに声かけていただいたりっていう感じだったと思います当時その時にびっくりしたアーティストとかいたんですか声かけられたアーティストとかでどういうアーティストだったんですかその時は まあでもやっぱりそれこそ自分が聞いてきたラッパーの人たちから声かけてもらったりジブラさんとかだったり、えー、うんそうですねいろいろいですけどパッと出てこなかったさっか <laughs> でもジブラさんからも声かけてたんだよそんそうですねすげえな、まあ、ちょっと後かなそれはジブさんとか雨ですかうん 新人じゃないですけど、ね、あ<ー>一緒に来た人とかが多かったかもしれないですね、はいはい。なるほどですね。そのネットで活躍してたとか新しいラッパーとか、ね、フレッシャー、フレッシャーさと一緒に曲ババ作ってるみたいなそそ。そうか、なるほどですね。えー、その当時はなんかアメリカでいうとどういうアーティストをギたんですか？第一人としてそうです。トラップきてたんですかその時も？そうですね。あ、でも。 エーサープロッキーとかースペース・ゴー・スパープとかいろいろ出てきたぐらいじゃないですかね。なるほどねダニー・ブラウンとか色々、うん、いろいろぐらいだったと思うんですね。日本でやってる人もいたんですかやっぱサウスなんかトラップとか。うーんまあうーんいたっつっても、うん、たまにまあアルバムの一曲でそういうビート使うみたいな。でもなんか昔からやってる人もいたりするっすね。あそうなんだ そうすまあ、有名どころで言ったツイギーさんっていうラッパーで、はいいいいはい、あの人は確か90年代に1回そういうダーティーサウスに影響を受けたアルバムまるまる一枚出してたりとか東京のラッパーの社でダーティーレイさんっていう人がいて。はい その人も結構アメリカのヒューストンのヒップホップにすごい影響を受けてる感じの昔からやってるラッパーさんいたりしますねあ,あそうなんだい,いるはいるんですよ、ね、いるはいたんだ、はい、ただそのメインストリームではなかったってことかなるほどっすね,っすねなるほど、ねまあ、確かにねもうヒップホップ自体が多分めちゃくちゃメインストリームではないっていうかあ、ね、まあ全然あんだけなんだから無すぎだっすよ <laughs> Is freezing. <laughs> どんな感じですか、フォーキューどんな感じだったんですか、その当時の現場で寒かったエピソードとか、うわ、マジかみたいなあったんですか、当時、びっくりしたこととか。まあ、それこそ、まあ、その当時、ライブとかやってたんですけど、はい、そのグループとかで、2、はい、3>, 2, 3人しかいないとか、<laughs> マジ <laughs> そうですね、2、3人しかいないとか、まあ全然あるっすよね、そういうの。あ,あ、そうなんだ。<laughs> っすかまあ、やっぱバカにされたりもしますしえっマジっすかとかそっかそういうまだそういうのあったっすね全然たくさんなるほどっすねとか <laughs> 確かにでもなんかそれも俺もやっぱそのまあなんかその俺日本のヒップホップっていうのをちゃんとちゃんと聞き始めたのが本当にここ数年なんですよ多分3年とかかな、うん、とかで、まあ、そのアメリカのヒップホップとか US とか結構聞いたりとかはしてたんですけど、うん、日本のヒップホップはそんな知らなかったし、うん、今もう ザ・ホープとか、はい、ねポップ・ヨースとかむちゃくちゃなんかいろんなフェイスあって何万人とか集まってるじゃないですかでも当時は絶対そうじゃなかっただろうなって思うと全然そうっすよねすごいなと思いますねやっ,やっぱそうなんだ、うん、見てるとこんなに聴いてる人いるし、はい、まあこんなにラップやってる人も確かビート作ってる人もいるんだ、うん、みたいなそうっすよね、えー、なるるほどねチチェケラッチョとか言われるんだ <laughs> それやめ <laughs> マジかこれ,これでしょみたいなこれでしょこれみたいな <laughs> <laughs> うわーめちゃくちゃセロタイプっすね <laughs> そうですよ <laughs> <laughs> そっかなるほどねえそっから25歳の時にチェリーブラウンとしてメジャーデビューした K <ー>これはなんか俺あのこの間のそのフリーミュージック出した時にコメントに「おチェリーブラウンだ」みたいな<ー>書いてて俺最初分かんなくて <laughs> えみたいな思って,て調べたらあっそういうことかみたいなそういうことですなるほどっすねこれはもうソロで活動し始めた名前ってことですかあのラッパーの名義はチェリーブラウンはいでビートメーカーがリリー・キチって<ー>当初から使い分けてたんですよ、ね、あそうなんだ2つあったんだだからなんか同一人物だって知らない人もいたりしてえマジでマジマジえ,ー、え同じ人だったんだみたいな <laughs> <laughs> 最近もあったっすねなんかえ、マジですかあ、まだ いるんだむしろチェリー知ってるんだみたいなそっかでもここでメジャーデビューしてるんですもんねそうですね一応それはどういうあれだったんですか経緯というかああでもそれはまあ先輩のアーティストとかでまあいろいろヘルプっていうか助けてくれたりした感じでつなげてもらってやったっすけどっていう感じそうですよねそこでなかなかうまくいかなかったっていうそうですね それはどういうことだったんすかやっぱ <laughs> うんなんか多分 <laughs>、うん、よくいろいろんな人に言ってもらえるのはなんか早かったよねっていうのはうんあれその当時やってた、はい、その曲調っていうか、うん、なんだろうそれこそ今でいうハイパーポップみたいな感じをやってたんですよ昔あそういうことなんかうんその僕サウストラップなビート好きで、はい、うん。 で同時にそういうアニメとかオタクの文化も好きだったんで、はい、そのオタクの中にある電波ソングっていう、はい、まあそういうジャンルがあるんですよ電波ソング電波,電波っていうジャンルがあるんですよはい電波っていうジャンルがあるんだ電波ソング、はい、はい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 それなんか結構まあ新生っていうかもうキラキラみたいな感じで,、はい、で女の子はすごい超高い声訳わ,わかんないこと歌ってるのがそういうジャンル <laughs> <laughs> あ,あるんですけど <laughs> それをなんか混ぜてほ<ー>ヒップホップとはい まあそれはそのファーストシングルみたいな感じだったんですけど、はい「いやこれ絶対やばこれ絶対これ超ヒットするっしょ」みたいな「<laughs> いやーこんなやつ作ってるやついねえから」みたいな感じでもう,もう若いしそういう感じで言ってたんですけどそれ確かにだ <laughs> 今でここそそそれこそなんかその <laughs> まあ、オタク文化みたいな、うん、アニメだったりとかそのハイパーポップっていうジャンルがあるみたいな、うん、多分レベルがもう多分物語ってるとは思うんですけど今でこそちょっとそういうのがやっぱ業界ではちゃんとなんか、ね、認知されてますけど当時はねそうですね、まあ、何これって感じだったんでしょうねでやっぱりそういうオタクな感じのこと好きなのが嫌いな奴らもいましたし、はいうん そういうことですよね。うん、このクソダク野郎なんだこいつみたいな感じで、乃方だろうみたいな。確かにヒップホップでそれやるのなかなかね。当時はさらにそうです,、ね、すね。あんまりだったですけど。なるほどね。まあただ好きなものをまあそういうこと歌ったりしてただけだったんで。好きなことやってるだけだったんで。なるほどですね。知らないよって感じです、ね。知らないよって感じでかりでしかり <laughs> えそのあれですよね。でその時にうまくいかなくてちょっとその メンタル的にあんまり良くなかったみたいな、うん、終わったって聞いたんですけどそうですねそういうとこもやっぱり自分でいけれると思っ多た分あ全然ダメじゃんみたいなはい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 いろんな自信を損失してみたいな感じでしたね、うん、なるほどねえ結構なん,なん,なんか引きこもりみたいな感じになっちゃたんですかどういう感じだったんですかその時当時は とうと引きこもりだったんで <laughs> <laughs> 変わらずですけど家にはいたっすけど <laughs> 前も結構なんか何もやりたくねえなみたいな感じとか<ー>でもまあ曲は作ってたんですけどあ曲は作ってたんだそうですね作ってたんですけど、うん、なんかいろいろちょっと超ダウンな時がありましたねうんなるほどですねそうかそうか今あったんですかメンタルヘルス的な <laughs> まあ今うんうんうんでも今いい感じっすよ今いい感じっすか、はい、今はでもなんかそういうことを自分歌ってたり<ー>そのソロでリリィ口になっても、はい、その歌の声入ってる曲とか出したりしてて、はい、そういう曲の中でもそういう自分の明太平手について歌ってたりしたりしてるんであんまあ聞いてみてください <laughs> あ興味なかったらぜひジャバケース っジャう曲名ですジャイまあいろんな曲はあるんですけどはいはい、はい okay、です <laughs> ぜひぜひちょっとそれはねなんかやっぱ探してる人もいるかもしれないんでぜひ聴いてほしいなと思いますそういうところメンテナイルスとかね結構日本で多分大変な方とかもいると思うんで,で全世界ですよね全世界か先進国ですよね結構そうですよね確かにねなんか僕がすげえ尊敬してるラッパーの次元とか最近、はい、読んだりしたんですけどはいはい その人もやっぱなんかメンタルヘルスですごい苦しんでるみたいなすごい成功してる人なんですよーーと思ってはい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 ああみんなあるよなって <laughs> そうですよね、うん、結構世界共通かもしれないですよね特に今はなんか、うん、そうですね、うん、世界共通ってまあ先進国共通みたいな感じするけどそうですけどね確かになでも日本はやっぱそのアメリカとかヨーロッパとかって結構そういうの割と進んでるじゃないですかはい そのメンタルヘルスに対するケアとかで日本はやっぱ進んでない部分やっぱちょっと苦しんでる人はあるのかなみたいな個人的なあれはあるですけどまあそうっすよねうんなるほどねえちなみに今ちょっと話戻っちゃうんですけどそのアニメとかそういうサブカル的なものに入ったきっかけとかって結構だってまあ変な話サウスのトラップみたいな要はなんかプセモニーー結構めちゃくちゃ マスクレンみたいなちょっとそういう感じじゃないですかちょっとトクシックなんかしょうがないそれは人によってあるかもしれないですけどで男めっちゃ男みたいななんかもうアニメとかとは結構真逆だと思うんですよねなんか要素的にはんか要素的に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 結構んか真逆なのかなって対局にいてもおかしくないっていうか のかなって思うんですそのサウスの音楽を聴きながら聴い,いてるけどどうやってそのアニメに入っていったというかアニメに入っていったそのきっかけというか、はい、まあ一番最初の入りの作品なのかちょっとわかんないですけどってどういうもんだったんですか最初はそれこそ一回日本に戻ってきた時に遡るんですけど、はいはい、子供の頃ってことですか 日本も持ってきてやっぱ友達もいなくてまあそうっすよねだけどまあ夕方になったらテレビつけたら、はい、なんかアニメとかやっててあ,あそっかあ、見ようみたいなまあ自然な流れっすよね<ー>普通にああなるほどねやってるわみたいなはい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 そうっすねでそっでもそっからなんかずーっとミスターっていうわけでもなくうん、うん、それがあってからの今度またえっともうちょっと大人になってからまた、うん ラッキースターっていうアニメがきっかけで。ラッキースタ?。はいはいはい。そう,いう、まあ、は、どっぷりハマっていっちゃうんですけど。ええ<ー>。そうなんですよ。ラッキースタ、な、な、どう、どういうアニメなんですか?。え、行たことないかもしれない。うーん、女子高生の日常っすね。はい あ、そ系なんだ印象系っすへなんかはいまったりっかゆったりしてる感じのああでなんかきっかけは単純にその「ラッキースタ」のオープニングソングがちょっとラップ調な感じの曲であそうなんだおっこみたいみたいな感じなったんでそっからが入りでしたへえそっからどういうの見ていったんですかそっからいろいろ見たんですけどなんだろうな 赤霊とか日暮らしが泣くコロニーとかシュタインズゲートとか日常まあなんかすごいたくさんいろいろ見たっすねあそうなんだ、うん、あちょっとこれ聞きたいなオーブーレイデアンドレイデッオーブーレイデアンドレイデッこれ結構重要と思うんですけどはい、はい、オーブーレイデ要はまあちょっとその日本語で言ったら何て言うんだろう課題評価課題評価してるアニメトップ1と歌唱評価されてるアニメトップ1聞きたいっす リルユキチ,チョイスえー、うーん何 <laughs> <laughs> だろう <laughs> むずいな <laughs> 課題評価か、はい、いやむずいっすねじゃあ3個いっていくんで5個いこうかな、うん、それでアンダーレイドオーレイドもらっていいっすかかまあディーズニーレイド まあそれまあそれぐらいのハイパーあっても良いよねみたいな。オッケーオッケー。いいですか。Okay. Okay. はい、ワンピース。<laughs> Overrated。Okay, a l r i g h ン I don't know.、Um, It's just me, man. <laughs> oh shit. o k なんでですか。ちょっとからくりを聞きたいです。ああいやまあでも単純に俺が見てるだけとか <laughs>、えー。えでもうそんな面白いのみたいな。<laughs> あ本当ですか。なんかすごい。

個人的には見てないですけどまあ d 1 0 0 0 d ィーセンとかやっぱ忍者のあれでそうすよねみんな興味あるのかなみたいな見てないんですね見てないですあそうなの漫画を途中まで読んでああそっかやめちゃったでもやめてるってことは確かにそんな好きじゃなかったですもんねそうっすそうっすねそうですよねでもまあ面白いぐらいじゃあ最近ハイプしてた「鬼滅の刃」ああ俺あれは D1000 なんだあれ好きっすあれ好きなんだおおやばいっすよねあれいいっすよねめちゃくちゃおもろいと思うっすし作画とかもやっぱはいやっぱ儲かってる分つぎ込めるじゃないですかめっちゃ綺麗作画とかアニメやばかったっすよね普通にやばいっすマジやばかったっすアニメもう興奮しちゃったっすめちゃくちゃ綺麗みたいなうんいや本当にねストーリーもいいっすもんねいいっすじゃあ最後これは俺結構好きなんですけど 好きって言ったり、これだけだか分かんないですけど、えっと、「進撃の巨人」。ああ、俺も好きっす。ええーでも最終回まだ見てないっす。ああー言わないでください。スポイラーアラートですね。そっかそっか。え、まだ見てないんだ。パート2ですかえあうそうそうそう。パート2まで見てないですよね。この間見た超おもろかったな。見た方がいいっす、絶対。どうっすかオーバーレイデッド、アンドレイデド、ディーズニーレイデ ディズニーウェイディッド。そっか。<laughs> そうですね。ちなみにゲームはまあフォートナイトが好きだと思うんですけど、それも言っていいですかじゃあ、アンドレイデオーロレイデゲーム。え、でもそんなにやっ,なやってないかもしれないっ。のかフォートナイト以外はやんないですかじゃあ、基本的には。<laughs> FIFA? あ、FIFA ね。 出るぐらいいかもしれないです<ー>あとたまにマリカーとかあマリカーとかめっちゃおもろいですもんね面白いですへえ<ー>そういう普通のゲームを最近やってますあそうなんだちょっとちょもっと昔食だ,、はい、だったら PC ゲームとかであ PC ゲームエロゲをやってましたえこれちょっと俺マジで個人的な俺やったことないですよエロゲとかはい、はい、でこれどうなんだろうちょっと興味ある人もいるか分かんないですけど俺普通に聞きたいのがエロゲって何なん,なんですかど,どういうことなんですか どういうゲームなんかなんとなくの流れとかあるですかまあシミュレーションゲームでゲームによっては異なったりするんですけど例えばんだろう学園物とかで同じクラスの子とかといい感じになってくとか上級生といい感じまあ女の子恋愛シミュレーションゲームって感じですけど選択肢と選んでって何かあってそこで答えとか行動を選んでいくみたいなそうですそうですああって感じですねなるほどっすね えでうかなるほどっすね。<laughs> <laughs> <laughs> PC ゲームっすね、PC ゲームっすそっか、俺も昔、PC ゲームやってたら、ですすかやってたんですなんかね、俺、団地に住んでたんですけど、なんか、隣の隣で、もう幼馴染で育てたあの子たちがいて、でも、俺ら、いつも住んでたんですよ、ほぼ、公園で結ぶし、お互いの遊びに行くしみたいな、で、そこの家がパソコン受け取って、PC ゲームみたいな、おい、PC ゲームやべえみたいな、で、なんか、俺らが、俺が好きだったのは、筋肉マンだっけ、グルマッチョマンだっけ。 マッチョでポン <laughs> マッチョでポン <laughs> マッチョでポンじゃないですか <laughs> マッチョでポンっていうその要はそのキャラクターがいるんですよ、はい、でそれで1日の,その,筋肉筋あの筋トレメニューを選んでいくんですよ食べ物とかも選べるんですけどそれでどんどんマッチョにしていくっていう<ー>でどこをでかくしていくかみたいな<は><で> <laughs> 筋肉をむきにしていくっていうゲームあるんですよねはい、はい、それでめっちゃハマってたんです え、それムキムキだ <laughs> <laughs> ムキムキだ <laughs> らみたい <laughs> みだらな感う <laughs> なんですかね。ここらやで、今日は三等金とかそんな感じだったと,と思うしね。誰か分かんないけど。<laughs> くだらねえゲームだな、よく,よく考えたら。え、あれとかもあったっけフラッシュゲーム ああそうそうそうあるじゃあったじゃん当時フラッシュゲームあったそっかフラッシュゲームの一つだはいはいはいフラッシュゲームとかやってたんですかやってたっすね懐かしいフラッシュゲームなんだっけスーパーマスオ君マスオ君みたいなあったっすマリオンっぽいやつあったっすあっったすうわ懐かしいあったっすねやばこの知ってる世代どんぐらいいるんだろうねどうなんですかねフラッシュゲーム俺小学校の頃やってたっすねああめちゃくちゃやべえ懐かしい懐かしい <laughs> <laughs> すげえ、なんか初めてこの話したら、<laughs> わかる人が、<laughs> わ, <laughs> わかる人がいたみたいな <laughs>、いや、そっか、そうですね、結構なかなか、なんか、H、A ポップで、フラッシュゲームの話する人、なかなかいないですね、今まで,、えーえーどで。どうなんですか、やっぱさ、あやっぱあのー、結構最近、FIFA フフの話もさっきちょったと思うんですけど、ラッパーとか最近、結構サッカーとか、結構、今、つけてるんですけど、マルセイユ、サッカー好きなんですか、やっぱ。サッカー好きっすうお サッカー好きです。サッカー今結構熱いっすよね。熱いっすね。えどのチーム？マルセイヨーシーですか？マルセイユはマルセイユの友達からこないでもらいました。なんでお土産なんで、あのファッション的にそういうことですね。れだけなんですけど。はい好きなチームは名古屋グランパスです。おお。J リーグです。J リーグだ。J リーグ見るですか？J リーグ見ますね。ええ。名古屋とかで。はい。 そそれこそ DJ とか呼んでいただいて、はい、そういういことか次の日とか試合あったら行きます、はい、おおやばそんな好きなんだ<き>えなかなかでもそうっす J リーグ見る人とかも結構少ないっすよね今そうです、ね、どうなんだろういや中い、まあ、多くはまあいるっすけど昔より全然盛り上がってると思うっすけど、ねはいはい、うんそうっすねまあでもやっぱなんか初めて見たサッカーの試合が、はい、そう名古屋グランパスの試合だったんですあそういうことか その小学生ぐらいの時になんか大会サッカーの大会全国大会行ってその中の間に見る時があってそれで食らっちゃったっすね「うわやべえ」って。当時ストイコビッチっていうピクシーっていう妖精妖精さんがいたんですけどキャンパスに超うまい人がその人が「ピクシー!」って友達呼んだら手振ってくれてそこでキュンってなって「やべえ!」 将来サッカー選手になるみたいなあそうだったんでええだからそこでたそれ聞こうと思って答えてくれたんですけど横浜じゃないですか中山と別然関係ないから何で女王グランパスなんやろみたいな言われますよく言わですかそうなんだえじゃサッカー結構ガチやってたんだずっとまあでもガチっつってもうん僕別にうまくなかったうまくなかったのじゃあうまくなかったですけどああそうなんですかそうっすねどこのあれですかポジションだったんですかフォワードやってましたおお一緒だ フォワードですヘディングさせられましたヘディングさせられたっすね,ですよねただ俺ヘディングビビってて結構ずっと <laughs> でなんか毎回ビビっちゃうんででもなんか「ちゃんとやれよ」みたいなこと言われてめっちゃ頑張ってたっすけどうまくなんなかったっすヘディング俺もっえ痛くないですかあれ <laughs> マジでい痛いマジで痛いあれ俺もっ <laughs> <laughs> こうなるっすよね普通に懐かしいヘディングちゃんとしてめっちゃコーチに言われてたんすもんいやいてんだもんなみたいな背高い分やっぱりそうですね合わせられちゃうんですよねまあ確かにねあでも俺中学校の頃そんな背高いなかったんだよなそうだったそうなんですよ中学校の頃前から3番目とかあったんでリアルにサッカーやめて中3から高1ぐらいでんか1 0ンチぐらい伸びたんですよ そこで結構ガって一気に背高い方に入っていったんですよで高校3年間で飲みまくって気づいたら一番後ろみたいなほぼ感じだったんで中学校の頃俺さっき言ってたんですけど普通ぐらいやったでも最初のほうだ前から3枚目だからめっちゃ前のほうだったしさ背低かったっすわ普通に多分普通ぐらいかでも多分でも頭合わせろって言われて頭合わせろってまあフォワードダンプっていうのもあるしでもあったっすねてか俺が毎回ビビっててヘディングのチャンスとか無駄にしてたんでちゃんとやれよみたいな感じをやってたですねそうそうそうなるほどね いやでもやらされるですよね。っていうかえどうだった？俺的にそのまこれ個人的な話なんですけど、スタメンだったですか？いやベンチベンチだ。温めてました。あれも温めてました。スーパーサブでした。スーパーサブだ。たまに手を取るっていう。えマジですか？マジマジ。普通にすごいじゃないですか。たまに手を取る。たまに手を取るっていう。俺中学校の頃いまだに覚えてるのがマジ一番初めての試合。 十1 2ぐらいだったのかな、初めて出れて、その試合、その時に俺、入った瞬間に、あいつマークしろみたいな、この見た目だから、もう勝手にうまいと思われるんですよ、ラーマー、ラーマーみたいな、で、俺、それでむちゃくちゃビビっちゃって、人めっちゃくるんですよ、しかも、ちゃんと潰してくるみたいな、やばーみたいな、それでもプレッシャーで負けたんですけど、結構うまいと思われませんそれ、めちゃくちゃあるっす。ですよね、あいつ絶対やばいだろう、みたいな。 下手くそみたいな<笑><笑> <laughs> あれあれっすよね結構ねブラックミックスあるあるかもしんないしね,あすねうま上手いやつもいるからねもちろんそれはまた別かもしんないですけど、うん、ベンチ俺らベンチ対応ちょっとっそこは、ね、あったっすよねあるっすね <laughs> そうです難しいな <laughs> <laughs> えちなみにそれで言うと黒人結構その なんかいい意味でも悪い意味でもなんかステレオタイプみたいなのもちょっとある気がするんですよ日本人の中でうん,、うん、なんかその「えあ,あ黒人だけど意外にこうなんだ」みたいな,なんかそういうのとかあるんですか言われたこととか自分でい意外にこうなんですよとかあんまそうかもしんないそうに思わないかもしれないですけどみたいなうんまあでもなんか黒人だけどっていうとかのはい、あんまないかもしれないっす、ね、本当ですね、はいはいまあ、でもやっぱりなんだろう日本語を話せるねとかそういう系の やつが多いいかもしれないですね結構でもなんか、あのー、俺とかはまあまあその、まあ、言っちゃあれっすけどちょっとステレオタイプに入ると思うんですよ、うん、割とそのなんかあのいつもふざけてるしうん、うん、めちゃくちゃ喋るしみたいな <laughs> なんかそういう感じでこうみんなこう体の動きも大きいタイプですけどやっぱそうじゃない人見るじゃないですかそうで,す、ね、でもか黒人みんな陽気キャラみたいなはい、はい、みんな楽しいやつみたいなそうじゃない人っ <laughs> <laughs> でも結構言われないですか めっちゃだらでしょうみたいな陽気そうだよねみたいなあでもありますねあるすか確かにあるかもしれないそういうのだったらですよね陽気そうだよねみたいなまあでもお酒とか飲んで酔っ払うと陽気にはなるんですよねそっかそれ飲むと確かにねそうそうそう全然違うじゃんみたいな確かに調べる時とみたいなそうそうそれはあるかもしれないなるほどですねそうそう かカーなんで確かにそのギャップんか言われたりするかもしれない結構チルいっすもんねそのから思ですけどだいぶチューチュだからチュー感じでしたからそうだ結構その動きでかいとか声でかいみたいなこういうのが黒人みたいなイメージあると思うんですよで俺はどっちかというと多分そっちに入っちゃうんでなんかまあ俺も笑って返すんですけどみゆきさんとかもそうだけど俺の弟とかもそうなんですけど割と結構 普通にめっちゃチルなカムな感じなんで結構そのステレオタイプ持ってる人多いのかなみたいなちょっと思ったそういろんな人がいるんだよっていういやほんいに普通にくくらないでくくらないでたいな感じですよねそうですよねそうっすマジでそうなんですよそうかそっかいやなるほどまあでもやっぱそのんかそういうんかステレオタイプとかは結構なんかやっぱ俺も多分そういうタイプなんですけど割と 家で作業したりとかすること多いじゃないですか。はい、だかビートも作るとかもそうだし、まあ俺だったら編集とかもそうだと思うんですけど、なんか結構家にこもることが多いと思うんで、なんかそういうのもあると思うんですけど、なんかビートを作るじゃないですか。はい、その時に何かサンプリングとかってどういう風に見つけてるんですか。ああ、サンプルは自分で作ってますね。え、えそういうことですか。そういうことです。えどういうことですか。 <laughs> そういううういいここととって言っすすててどか結構ここ数年の僕の作り方なんですけど、はいまあ、メロディーとかそういうのを一回作って、はい、それを吐き出してそれをサンプリングしてビート作るみたいなあえあそういうことっすか、はい、自分でビート作ってあ違うビートじゃないメロディー作ってメロディー作ってどういうことっすかそ,そのメロディーを作るって うん例えばまあピアノでジャーンとかシンセいろ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 とかそういう上ネタメロディーだけで1回完結させてでそれをまたサンプリングチョップするなり逆再生するなりそういうことそういうことおもろあでも結構海外とかそういうやついるっすねあそうなんだ全然へえ そういうことっすねそれちょっと俺初めて聞いて日本人でそ,の人そういうのあんまないんじゃないですか気のせいですか俺だけれあいやでもいるもう増えてるっすねあっ増えてるんだあ最近はそれが主流なんですか作り方まあでもやっぱりなんだろう自分でっていうよりはそういうやつらがいますねループを作るやつらああーループメーカーってことかそうそれが主流ただ俺はそれは自分でやってるんで<ー>ループを自分で作ってやるってこと <laughs> そうそうかそうそうあ なるほどっすね昔のヒップホップは昔の R&B とかそういうバラードだったりとかブルースとかそういう系の曲をサンプリングして曲を作ってたけど今はもうループっていうのをサン,クリップサンプリング元にしてビートを作るってことなのか今のラッ,プ、ね、ラッパーさんは,はなるほどっすねそうっすねええー。まあ、じゃあそれだとやっぱそのなんだ許可を取らなくていいっていうか確かにその作ったやつと許可を取ってやればいいそういうこと,かことだからうんうんうんそうん そのは全部そのループとかオリジナルループってことなんですかだとまあそいつが他の人に送ってなければああそういうことか、うん、なるほどっす、ね、とかはい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 ループを作るところからビートメーカーとして始めるっていうチョイスどうですかキャリアチョイスああでのそういう人もいた,いたっすねなんか,あですか一緒にスタジオ入った子とかで、はい、いたっすけどうんどうなんだろうでもやっぱ自分で作れた方がいいんじゃないかなとは、うん、個人的には思いますね、はい そのだってまあ、ループつ使ってそのドラムを打ち込むあり、うんはい、だと思うんですけど、まあ、そのループメーカー言えなきゃ自分で作れなくないうですね。困 <laughs> っちゃわないみたいな <laughs> <に>まあ自分はずっとなんか自分で作ってっていうのはそれが普通だったから今とは多分時代的に違うかもしれないけどんか、うん、作れなくなっちゃわない大丈夫 <laughs> 確かに確かに今いくらでもループなんてだってダウンロードできるじゃないですか。 サイトとかもあるしあそういうサイトのとか結構使ってる人が多いのかなみたいな思うんですけどそういうのについてはどう思いますか例えば、まあ、ビートメーカーで見ていくことがいると思うんですけど、うん、じゃあキーボード俺打てないよとかメロディーの好き方分かんねえよって多分中にはいると思うんですけど絶対学んだ方がいいと思うけど、うん、例えばじゃあマジでビートのこと分かりませんでもビートを作るようになりたいです、ね、まず1曲自分で作ってみたいです、うん、っていうなんかおすすめの方法とかあったりするんですか始め方。 うんうん、ステップというかまあとりあえず一回作ってみなよと思いますけど <laughs> けど、まあ、結構なんか、うん、そうだなありものの曲で簡単なビートなんか音数少なくてドラムあるみたいなビートを耳コピー、はい、自分で聴いてそれを打ち直し,してみなとかこれすごい勉強になるんですよしっかり聴いてあこういうふうに打ってんだみたいな感じでやってく作業うん、うん まあ、最初はやっぱり大変だと思うんですけど音取れないとか、まあまあね、この音どこにあるんだろうとかはい、はい、あると思うんですけどそういう作業とか、はい、そうですねいいと思うしまあ、はい、でもやっぱ今の時代普通に YouTube でサクッと見た方があう、ねうん、もう何でも全部あ見せてるんで簡単だと思うんですけど。そっか まあ触ってくれって話って。マ触った方がいいのか。自分で試してみなて。はい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 、はい、試して勉強してください、ね。<笑><笑>えでも耳間コピーは結構でもいいかもしれないですね。耳聞いてやってみるって結構超重要というか。うす,ねうん、すごい勉強になるですね。 そうですよね、うん、曲のどういう作りなのかとかも分かってくる気がするですもんね。へえなるほどっすね。わそれめちゃくちゃいいな。セなるほどっすね。うん、そっかそっか。まあ、ちょっとあの他の話とかにもなっちゃうんですけど、はい、なんか結構そのあれじゃないですか。の 今ビートメーカーとしてそのリリユキチっていう名前がこう結構多分浸透してきて多分知ってる方も結構多いと思うんですよねでまあ俺はラップスターのビートから入ったと思うんですけどなんかその見調べてる時になんかその第2次リル・ユキチビートブームが来たみたいな話をしてたんですけどそれはなんかど,ど,ういうどういう感じだったんですかまた新たた新な世代の人たちが 声をかけててくれたたりするようになったっていうことでまあ大まかに言ったらバッドホップだったりするんですけど、はいはい、そうっすねそっからまた新たなラッパーたちがいろいろ頼んでくれるようになったり<ー>って感じですかねはいはい、はい、すげーなえなえその当時はまだバッドホップ出たばっかりとかだったってことっすかえっとまあちょうど多分自分たちでミックステープフリーのミックステープとかを出してた時代あそうだ そうっすマジオリジナルじゃないですかはいで多分うんまあ僕ももちろん知ってたんでツイッターとかで DM それこそ多分ジョジョくんとかにして、はい、かっこいいっすねみたいなやりたいっすみたいな感じで俺は自分から DM して、はい、あそうなんだで多分確かその次とか次の次のミックセーブとかで奥さんかとかしたりしてへえ<ー>彼らアルバム作るタイミングで声かけてもらってっ、ねはい、そういうことか感じっすねへえすげえな なるほどっすねえちなみになんですけどそれで、まあ、そのバットオップとかもそうだと思うんですけどそのああすぐあの、まあ、そのサウスのトラップのサウンドが、まあ、結構メジャーじゃないですけど原点というかハブであるアトランタに修行にちょっと行ったと思うんですけどそれについてなんか何で行ったかとか向こうで何をしたかみたいなこと聞きたかったです、ね。はいはい 単純にずっと日本にいて向こう行ってないなと思ってどうせ行かない手はないよなみたいに行っといた方がいいなっていうので興味もあったしそれで行ってみようと思って向こうだったらスタジオとか行って2人セッションしたりとか向こうのアーティストに会ったりとかそういう感じですね。 なんかアトランタ行ってなんかどうこういうアーティストかがこういうなんかスタジオ入ったとかってあるんですかあ,あでもやっぱりなんかアーティスト普通にいるっすねそこら辺にあそういうことですかなんか野外のパーティーとか行ったんですけど、はい、別にトリマン・サーベルスとか行ったりしてえっマジっすな えそのノリなんだそのノリいるわみたいなマジマジすげえなすごいっすよねええ結構じゃあそのみんなやっぱハブその当時だって富山サービスじゃもうそう2019とかだから全然全然めちゃくちゃ結構すごいっすよねそうっすねええとかマイク・ウィル・メイドプロデューサーとかんか さあイヤードラムズっていうカフェで一緒にいたりとかして「はい、おおすげえ」みたいな「いるんだ」みたいな <laughs> <laughs> それ確かにやばいっすねうーんえー、やばとか、はい、そうっすねあとやっぱり一番印象深かったのはフリーバンズっていうフューチャーのレーベルのスタジオに遊びに行かせてもらったりして、はいはい、すげえなそこやっぱ刺激的ってかやっぱ。 トラップの最前線そうです確かにそうですよねすげえみたいなスタジオでっけえみたいなでかいんだでかいすごいまあ会えなかったんですけどねちょうどなんかヨーロッパツアーみたいなフューチャーとかヤングサーグとかあああんか行っててでもなんかフューチャーの兄貴だから弟ラッパーなんですけどそいつとか行ったりしてマジっすかロボカジノっていうやつなんですけどそいつとかなんか ててくれたりしてやばなんか2曲ぐらいは撮ってくれたっすけどお<ー>まあもうどっか行ったっかたすよ、ね、どっか行ったか <laughs> <laughs> ま,あま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 あねまあでも成長するっていうのが重要ですからねマジでマジでいい経験でしたねすげーな、うん、えなえどんな感じなんですかスタジオってな何があるんですか普通にスタジオだけなんかびっくりしたトとかあるんですかスタジオ普通に日本のスタジオこんなんねえよみたいな、うん、あーまあまあまあた 単純でかいそこはでかかったんでラウンジとかキッチンとかなんかいろいろあったりして、うん、でスタジオの中も超でかくて、うん、そこでまあみんなそういう仲間がいたりとかそのラッパーとかまあみんなチルしながらやってみたいな、うんえー、でやっぱみんなブースとかに入らないでそのレコーディング演じるの窓隣でこれでマイク立てて,ッてラップしてみたいな<ー>でみんな一行ずつなんですよミスタイルで <laughs> <laughs> オッケー、レッツゴー、うーん、ワンモータイム、カモンっつって、もう一回やるみたいな、<laughs> <laughs> そういう感じなんだ。そそう,そうへぇー。ーーあそうなんだ。ん結構それ、面白いですね。面白いっすよね。まあ、今と言って、まあ主、主流そうでしょうけど、単純、ねね、みたいなことですよね、うん。そうそうそう,そう。はははいはいはい、はい、それはトラップの方法ってことなんですかね。まあ、でもそうじゃないですか、もう、乗り。ということっすよね。確かに。俺とか、やっぱり、なんだろう。うん、なんだ そのトラップが出てくる前からやってたから、はい、そのなんだ正統派のやり方というか、うんはい、バースは16小節あって <laughs> しっかり書いてみたいな感じではあったから <laughs>、はい、そうずっと結構まあ大へえみたいなういう感じなんだみたいなそれは確かに今までのやり方と違うから結構刺激受けそうですよねそうですね 日本のアデスもそういう感じですか今ピアンチん多いですかいますね。いるんのいる人もやっぱり。はははは一切書かない人とか。そうなんだ。うん。リル・ウェインとかも全く書かないって聞いたっす。あいつやっぱやばいっすやばいっすよね。やばいっす。書けないえぐいっすね。えぐいっすよね。なんでそんな踏み方すんの確かに。なんかそうだ、I want to be a G っつって、I get the bag みたいな感じで言ってて、Be a G。 B.A.G あそういうことか、so、I wanna be back G gonna get すげえ踏み方やな。ええー、やばあの人すごいです,、ね、す,すね。なんか俺インタビュー見たのがリル・ウェインがなんかそのなんかインタビューしてる時にそのなんか LINE をこうライン、ラインリル・ウェインが書いた LINE をインタビューがしてて。うん それ俺書いたのみたいな。<laughs> そうだよ見ててな。お、すげえな。俺やっぱ天才だわって。一回も覚えてないみたいな。覚えてないじゃん。全然覚えてない。<laughs> それ書いたの。俺すげえな俺みたいな。ええ。すごいみたいな。そのレベルなんだみたいな。曲数も超多いですからね。もう長いし常に撮ってるだし。ですね。撮ってそうですよね。<ー>すげえなーなるほどね。え、でもあそれですね。あとビートのブースに入んないでそのプロデュースの隣でやるみたいなのもやっぱ。 やっぱそのミックスとマスターとかもその場にできたりとかするからっていうのもあるんですかねっていうよりなんかその意見をもらそのまんまあプロデューサーの意見を聞,聞いてはいはいはいこうした方がいいよみたいな、うんまあ、その時はプロデューサーっていうレ、はい、コーディングエンジニアを取る人ン、うん、うんでも多分専属の人だったっぽいからいつもやっててああこういった方がいいかなとか、うん、あこうした方がいいんじゃな、ね、いみたいなとかそういうやり取りしてましたね。そういういことか、うん、あ結構そういう感じなんですか ペアでで動くみたいな感じすか向こうの主流というかなんか多分売れてる人とかそうなんじゃないですか専属の人がいてみたいな感じっぽそうでしたまあでもそうっすよねじゃないと多分確かにんか毎回やっぱ自分のスタイルとか絶対あるっすもんねこういうふうにしたいとかそうだ何か何日か行ってたんですけどそのスタジオにんか一時その専属のエンジニアじゃない時があってそいつが多分作業遅かったんすよ ま前全然ダメじゃんみたいな感じで、はい、ラッパ怒っちゃってあんま帰っていいよみたいな感じになってでも帰んないからもう部屋出ちゃってってみたいなその日のセッション終わりみたいなマジああマジっすか厳しいと思っ厳し,いしかもトラップ歌ってるやつにそれ言われるのちょっと怖い怖いです,ね <laughs> ですよね、うん、<laughs> そっかマジかうわ結構なるほどね 今のあたりしました,今のあた,りしたい現実をね実を結構それ怖いな本気や人間お前めっちゃ緊張するだろうしなしかも普通にでしょうまく聞かなくて「お前全然飲むや」みたいな「<laughs> きついわ <laughs> 帰れ」っつって, <laughs> 帰,つって帰され帰れされって「<laughs> やば今日はねみたいな <laughs> そういう感じなんだやべえなーなるほどっすねそっかそっかで、ね いやーなるほどえちなみになんですけど、まあ、ちょっと自分のそのリリー・そシャンドンさんの,のプロデュースの方に戻るんですけど、はい、今まででやったなんかセッションとかですげえ思い出に残ってるセッションとか気に入ってる曲とかってあったりするですかうーんそうだなああ結構そのディーチっていうラッパーがいるんですけどこの先の。はいはいうん その子とまあ一緒に EP を作って、はい、まあそこでのレコーディングとか結構新鮮な感じそれこそう何だろううーんいつもとちょっと違うような感じ、はい、僕が今までやってこなかったような感じでやってきてってビートってことですかああまあそれも含めレコーディングの方法とか,か、はい、そうですねとか、はい、うん で結構なんだん面白い曲も作れたし「お<ー>その山崎」って曲とかあったりして、ね、山崎はい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 結構いい化学反応お互い起こして、はい、いい作品できたかなっていうのはありますね結構彼と作った EP は好きです自分個人的に、うん、なるほどですねちょこれチェックですねはい、はい、えそれはもう今もやってるんですか d くんとこうプロジェクトとかちなみに 第二作目を作ってるんですよ。お、二作目作ってる。はい、おこれはもうで出る出る出ているですか？出てない。ああ、このインタビューが出るこれには出てるかもしれないです。うん、一応十二月予定。<お>はい。お、D 一が雪地ツー。いやお。TBNM なんですけど。雪地ツー。えヤ、ー、いですね。結構これも面白い曲が取れてるなあっていうのもあって、ディフュージングとかも。 いい感じのラッパーたちを集めて書いてたりしてるんでお,、はいはいはい、およくなりそうだなっていうのはやばいっすねっすちょっと概要欄の方に出てたら貼っとくんでぜひぜひ皆さん聞いてほしいんでぜひ聞いてみてくださいいいっすねいいっすねなるほどっすねええー、ちなみになんですけど多分そのまあビートメーカーだった とかプロデューサーとかそういうのもやってると思うんですけど自分でラップもしてるじゃないですか自分の曲とかもちょくちょく出すじゃないですかそうですねはいそういうのとかってこれからも出していく予定なんですか出しますおはいんかタイミングで出しますねタイミングでまだ決めてないですかそうですねんとなくなんですけど今日とかの野さんではい これもさっき話に出た「ソルジャー・ボーイ」はい、リスペクトな感じで自分の手書きで書いてす,、はい、<laughs> すげえなあの当時ってサウスの曲で振り付けの曲とかめちゃくちゃたくさんあったんですよそれこそ「スナップミュージックっていうサブジャンルがアートンだから出てきて、はい、こうやって感じでなんか踊る曲があったんですけどそういうのがそういう感じの曲をまた自分で作って出そうかなっていうのは 思ってるんですか。ありますね。振り付けとかも考えてるってことですか。ありますね。え、あるんですか。まあ、決めてる。あります。え、ちょっと見たいです。やっていいですか。いい、す、やりましょう。やりましょう。え、入るから。え、え、え、はい、一瞬、一瞬もちゃき。あ、いいよ、いいよ。あ、カーブ。もう、そ、その方がいい。そ、その方がいいですか。でもな。どうしようか。 触りだけでなんか全然ですあちゃんと結構振り付け考えてるんだそうっすねはいスライドとかするからスライドだ <laughs> 結構ガチだわガチっすねこれ拾うんすかね音あ拾うかもしれないちょっとねこれこっち側に見せた方がいいかもしれないちょっと待って、うん、あいいよそのままにしといて OK Yeah Shout out to K-Rap 낙지 Yo bitch Move your l e t s n a Move to the right snap, yeah. Slide to the left snap. Slide to the right snap. Yeah, Lean to the left snap. Lean to the right snap. Yeah, walk to the left snap. Walk to the right snap. Let me do my dance snap. Let me do a this snap. Let me do my dance snap. Let me do my thing, snap. Let me do my dance snap. Let me do a pin this a snap. Let me do my dance snap. Let me let me no hands with it. No hands, no hands with no it. Hands. Watch my shoulder bounce. bounce. Watch my shoulder bounce. bounce. No hands with it. B hey. No hands. そうなんだうわちょっとこの動きえでも俺あ、それで言うとそれも出せよって言ってたよね近々うわそれで言うと俺 TikTok で結構なんかリポストとか見るんですけどあの最近曲なのかな結構いろんな人が歌ってる曲踊ってる曲あったじゃないですか バカバカって曲むちゃくちゃ TikTok でいろんな人が踊ってるのをリポスしててあれはもうでもなんかダンサーさん「THESPACEBOYSCLUB」っていう「THESPACEBOYSCLUB」ダンスグループがいるんですけどがなんか踊ってくれて結構その人たちが周りの人が踊ってくれたりっていう感じでしたねいわあ嬉しいみたいなそれやばいですね とかあとまた違う曲でコインっていうラッパーがいるんですけどその子とやった「君だけ愛してる」ああそれもそれあっそっちも見たっすあ見たっす多分そっちかもしれない最初見たらはいそうそうそうそれとかいい感じで踊ってくれてるなやばいっすねいやめちゃくちゃ相性いいっすもんねこうんかみんなに踊ってほしいっすね そうすね確かにもともとしかもそういうことをやってたんで超昔ラッパー時代にそういうことですかそうそうそう振り付けの曲を出してたんであそうなんだそうそうそう何ならそのグループの時トリルグループの時もやっててそういうことお確かに別にやってもいいなみたいないや TikTok でやってくれたら最高じゃないですかみんな踊る曲探してるじゃないですかマジで探してるっですよ絶対だからそうそうですね あ,あ良さそうかもみたいな確かに確かに <laughs> 皆さんこれ踊りましょう do that right do that これちょっとみんなちょっと動画 <laughs> あの見てほしいですねちゃんと見てくださいちゃんと踊ってちゃんと踊ってくださいちゃんと踊ってやつをちょっと送るんで <laughs> あの送るって出すんでちょっとこれ見てもらって皆さんちょっと踊ってね行きたいですねお願いしますお願いしますえここからのなんか目標だったりとかこういうことをしていきたいみたいななんかそういうのあるんですかあ理想のアーティスト像なのかとか そうですね、やっぱりでもその国内でもやっぱ、うん、ラップっていうかヒップホップという文化をもっともっとでかくしていきたいしまあそのためにはまあいろんな要素が必要だと思うんですけど、はい、例えばまあヒット曲とか、うん、まあ結構大きな課題ではあるかなとかあとやっぱりアメリカとかも挑戦したいしそうです、ねまあ、いろいろ考えてはいるんですけど。 まあやり続けていきたいっすねそ。そうっそこが重要っすよね。<laughs> やり続けることがね。うんうん、そっか。すげえなー。なるほどっすね。いやー、ちょっと。<laughs> いやー、でもヒップホップメジャーにしていきたいっすね。そこっすよね。メインストリームにしたいっす。うん、そこは多分、なんか俺はめちゃくちゃ多分、感じるところというか、うん、なんか俺もこのコンテンツやってる一番の,あのモチベーションは、どうヒップホップをメインストリームにするかみたいなのを、 なんかまあ俺一人ができるとは思わないしもちろんこのチャンネルだけじゃ足りないと思うしもちろんねてかアーティストがいてたしうんでもなんかアーティストもいてプロデューサーもいてコンテンツクリエイターもいてとかまあなんかそういういろんなまあファッションとかもそうだと思うしいろんな要素やっぱヒップホップってそうじゃないですかまずいろんな要素があってダンスがあってとかアートがあってとか,なんか全部の要素だと思うんでなんかそういうのがお互いちょっとなんかねいい感じになんか 化学反応を起こしてメインストリームになったらいいなみたいなもう還元したいっていうのはめちゃくちゃあるんでそれをめっちゃ感じるんでそれはもうなんか同じようなマインドをね持ってる方だしでももう長いしいろんなことをなんていうんですかねもうちゃんと実績もあり長くやっててやっぱこういうねあの知名度がそんな超重要かわからないですけど知名度もあるしってなんか俺からしたらすごいなんていうんですかねインスピレーションなんでこれからも引き続き。 一緒にいいろろできたらなと思いますもちろんですよ確かにしますよろしこ <laughs> こでみんなで頑張ってメインストリームにねヒップホップをメインストリームにしていきたいなと思うんで、はい、そのためには皆さん拡散が必要ですこのエピソードだったりとか TikTok だったりとかわかんないですけど友達とシェアしたりとかね,、あのー、ねゆきさんの曲聴いてそれをシェアしたりとかやっぱそういうまあねあのことができたらねみんなで盛り上げていけると思うんでぜひねできたらなと思うし、はい、で曲聴いてほしいですねまずね曲お願いします 実は出してます。実は出してますね。歌ってます。そうじゃねラップもしますからね。そうですね。確かにラップしてる曲も聞いてほしいですもんね。えどういうところどこに行けば龍気さんのビートだったりとか曲だったりとかそういうの見れるんですか。あまあやっぱり Spotify とか。Spotify。Apple Music とか。まあ YouTube だとか。YouTube。YouTube、Spotify とかだったらなんかだいたいプロデュースワークスとか自分でプレイリスト作ったりとか。あマジですか。そこ聞けば。 大体分かったりとかリリースした曲全部入ってたりとかいろいろあるんで SNS とかで見てくださいそうですねインスタ TikTok 両方ともやってるんですもんねありますはい YouTube インスタ TikTok あとやってるやつとかあるですか特にソーシャルメディアとかも X とかやってるですかああそうですね X も結構やってるですかそうですね昔ほどじゃないですかああそっかそっかスレッドもやってるスレッド ああ、レッドもやってないか。それでもやってないか。そ <laughs> <ッ>れでもやってないか。それでもってないか。そうでろんなで見つけるとこいか。それでもやってないじゃあ、ンスタグラムユーチ YouTube、TikTok、X。ここで、ゆきさんの、あのーね、最新の予告だったりとか、今までのビート、曲とか、聞けると思うので、ぜひぜひ皆さんチェックしてもらいたいと思います。ということで、また次回お会いしましょう。Peace!